これより定例記者会見を始めます、はい、まず知事から本日の発表事項を見てみて、はい、あのお手元に資料が配られていると思いますけれども、この12月の議会に提出する補正予算と、議案の概要であります。まあ、補正予算については基本的には台風19号等の自然災害、のですね、復旧事業が中心でありまして、全体で数字としては180億円の補正になります。その災害復旧関連以外にもですね、先般私をはじめ県の幹部職員とそれから県議会議員の皆さんにもご協力いただいて、まあ、臨時的な、給与の削減が認められ、先般の議会で認められましたので、それに伴う減額補正も、含まれています。補正予算は以上ですが、議案の方はですね、これも行財政改革の行動計画の中で、歳入確保策の一つとして、使用料、手数料の、適正な徴収というのがございまして、今般、総点検を実施して、改定をしたいということで、条例をお出しする予定です。その他暴力団排除条例の改正なども含まれています。私の方は以上です。普段の幹事長の国民通信の富田です。はい、代表質問で一問お伺いします。まだ終了していませんけれども、国民文化祭というので全国障害者芸術文化祭が終了するにあたって、はい、繰り返しのご相談もお伺いできます。そうですね、まだ今日で75日だと思いますけど、まもなく終了ということで、まあ、振り返ってみますと、まあ、9月に天皇皇后両陛下をお迎えをして、開会式を行ったわけですけれども、まあ、令和初めての文化祭、国民文化祭、全国障害者芸術文化祭ということで、その開会式も非常に天皇陛下からは素晴らしい開会式でしたねと言っていただきましたし、非常に印象に残るオープニングだった、幕開けだったと思います。でそれから、順調に文化祭の行事は進められてきまして、残念ながら台風の影響、台風10ですよね、今回の台風ですよね、この影響で、台風19号の影響で8つの事業が中止になってしまいまして、これで特にその中には全国団体 の, 太鼓の祭典なんかも予定されてたんですが、非常に残念な行事はありましたけれども、まあ総じて順調に、行事は進められてきて、11月の頭段階ですけど、いわゆる会場に入っていただくようなですね、そういう行事でもう40万人以上来ていただいているようですし、タクシーに乗られてご覧いただいたと思いますけど、ゴーゴー美術館という形で障害者の方のアートなんかを展示してある、そういった、展示的なものもこう含むとですね、もう200万人以上の、来場なり、ご覧いただいたというような数字も出ているようなので、本当に多くの県民の皆さん、県外の方も含めて、楽しんでいただけたのかなというふうに思っています。新聞の投書欄にもですね、これまで知らなかった新潟の伝統芸能など新潟の豊かな文化に触れるいいきっかけとなったというような投書もいただいているようですので、まさに、価値ある文化祭だったかなというふうに思っています。今後今回のこの文化祭を通じていろんな組織がこう連携
する、ことができたとかですね、あるいはこんな、なんかアイデアみたいなものも生まれたというふうに聞いてますので、まさに、この文化祭の、遺産としてといいますか、今後につながる、取り組みが生まれたと思いますので、それを、大事にして、新潟のこの特色ある豊かな文化をですね、しっかり守っていきたいと思います。次の世代につなげていきたいと思いますし、もう少し言えばこういう文化的な資源をですね、もっとうまく使ってですね、交流人口の拡大にも、つなげていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。各社お願いします。お願いします。はい、すいません、新潟日報中心すると使用料手数料の総点検についてなんですけども、事務方 の、 その説明ですと、当初予定よりも上回って、年度で1億円近くこう収入増につながる見通しになったということなんですけども、知事がその日頃おっしゃってたその財政再建に向けての県民に我慢を求めるものの一つがこう形になって具体的なものとして出てきたのかなと思うんですけれども、改めてこういった県民にとってはその負担増になるものに対してどう理解を得ていくか、知事のお考えを。なんか根拠なく決めてるわけではないので、いろんなやっぱ原価といいますか、かかっているコストなどを勘案して、適正な使用料をいただくということであると思います。それこそ言葉は悪いですけど、ぼったくるわけではないので、他県の事例とかを、見ながらですね、このぐらいは負担していただいても合理的ではないかっていう、そういう数字だと思ってますので、結果としてもちろん今まで払ってなかったのに今度は払ってくださいねっていうようなものも出てくるのはその通りだと思いますけれども、それは許容していただきたいなと、そういうふうに思ってます。行動計画で目標としているその110億円以上 の、 その収支改善というのには、まだまだ道はどれは険しいのかと思いますけど、ただ一つの積み上げだと思います。すいません、ちょっと話しかもですけど、昨日 の、 決算審査特別委員会のやり取りの中で、自民党の県議さんの方から、県庁 の、 その組織改革についての質問があって、それに対して知事に、少しずつ変えていきたいところはあるというふうに、ご答弁されてたんですけども、この変えていきたいところというか、そのどう組織を変えていくのか、方向性というのは何かイメージというか。いや、一般的に言えばより効率的で機能的な動きができるような組織にしていきたいという趣旨です。風土という意味で言えば、その本当に、風通しの良い、風通しを良くするためにも組織をいじった方がいい場合もあると思いますので、そういう県全体として効果的効率的になるように、そして風通しの良い、こう非常に職員がこう生き生きと仕事ができる組織っていうものを目指していきたいと思います。まだ具体的にこうとかいうのは いくつか感じていることはあるので、これはしっかり担当部局と話をしていきたいと思います。感じているということっていうのは、ここではなかなか言えない。そうですね、いずれ成案にしてからお話したいと思います。ありがとうございました。新潟日報遠藤です。使用料手数料の話なんですけども、今ほどの繰り返しになってもよくかもしれませんけど、根拠なく決めてるわけじゃない、あくまで適正化だという、そうですよね、はい、値上げではない値上げっていうのは、大体コストがこれだけ膨らんだからとか、これだけコストがかかったので対価としてくださいっていうの、そういう意味では値上げになるわけですけども、何度も言うように、不当にいただこうとしているわけではなくて、やはり合理的に考えて、あるいは繰り返しになりますけど、他県の例とか他の類似施設の例とか、そういったものをしっかり見ながら公平にバランスよく考えたということだと思います。
逆に言うと、まあ、これまで適正な値段ではなかったのはなぜなんですか。まあ、なぜというか、それは時代の変化で、もうだいぶ改定から時間が経ってるねとか、そういうのはあると思いますね。あるいは状況の変化で、コストがすごくかかるようになったとか、そういうのもあるんではないかと思います。一つ一つ部局に確認していただければと思います。はい、ゆるく中島君、一応出る時のある程度伺ったんですけども、予算の件で、一般的な県民の人目線でちょっと聞かせてもらいたいんですけども、はい、まあ、財政なんで、歳出縮小しなきゃいけないという中で180億円の補正予算を計上したとなると、なんだまた使うのかって単純に考える国民の方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、そのあたり知事の言葉で説明いただけると思います。まさに今回 この予算の大半は災害復旧ですので、現に地滑り等起きてですね、あるいはその河川の堤防が壊れて、まあ、これは直さないと命や財産に関わることですので、それは当然やるべきものを積み上げたということです。逆にその一方でというところで、今ほど出ているような手数料等々の、それは議案の方ですね、そのプラスの部分も、こう今回の、手数料改定の議案を織り込んだ数字に補正の方もしてるのかな。してないですね。これは来年度からですよね。議案通ってからですね。そうですね。あ、分かりました。はい。はい。宮田日報の前です。もし発表、昨日発表だったので見てらっしゃるかどうかですが、新潟県と東北電力さんとかで一緒に発表したんですけども、佐渡で太陽光発電を蓄電して、使うというような取り組みをされるというのが東北電力さん発表されました。これは、それはね、発表資料とは見てません。ただ事柄はなんか、今朝 の報道で、見出しを見たような気がします。はい、自然エネルギーの島ということで、なんかその今のね、石油の生炊きの火力発電みたいなものはなるべくやめていきたいなと、佐渡のこうイメージにも合うような環境に優れた島にしていきたいなというのは一般論としてあって、で東北電力さんと連携協定も結ばせていただいているので、おそらくそれに沿った新しい試みかなと理解してますけど、こういう知事ご自身がこうおっしゃってたものが少し形になってくる。そうですね、ありがたいです、ね。まあ、協定も結んでいただいたので、東北電力さんも少しずつ、検討が進んできているということだと思っています。あともう一点、東北電力の関係なんですけど、はい、東北電力の女川原子力発電所の2号機が、はい、原子力規制委員会の審査に事実上合格となったんですが、で、まあ、東北電力の電気というのは新潟県にも供給されていて、再稼働することは新潟県 の, 電力供給にも影響があると思うんですが、この女川原発再稼働についてどうしてますか。いや、影響があるかどうか分かりませんけど、まあ、いずれにせよ新潟県の直接の関係ではありませんので、その女川原発の審査書案が取りまとめられたということについて、まあ、特に何かコメントするということはございません。はい、宮崎さん、お願いします。先般の GSOMIA の破棄が回避されたと思うんですけれども、そのことについて何か聞いて。いや、それは防衛に関わること、あるいは外交そのものに関わることなので、私からは何か特に、お話しすることはありませんが。
さ一貫関係が悪化するような出来事が続いてたと思うんですけれども、うん、一つ、まあ、それは回避されたという意味で、うん、そういう感想で言えば、まさに今、おっしゃったように、まあ、決定的な、こう、さらに悪化するっていうのは、避けられたっていう意味で、良かったなという感想は、個人的にはあります。まあ、それが回避されたことによって、まあ、新潟とそれこそ韓国かなり行き来している方が多いと思うので、はいはいはい、何かこう新潟県として日韓関係ここから修復するできるようにこう取り組めたらいいなとかそういったところとかあのこれはずっとこの夏前からですね国レベルではさまざまな課題があってもいわゆる草の根といいますか民間レベルあるいは自治体レベルではやはり、交流を続けていくことが、まあ、重要だと思うということは繰り返し述べてきています。そういう交流を続けていくことがいずれは国レベルでの課題解決にもつながっていく、そういう足腰強い足腰になっていくという、期待も込めて言っているわけですけれども、まあ、そういう意味では県として、交流事業はしっかり当面今何か目の前にあるものはないですけども、やってまいりました。で、まあそれは引き続きそういう態度で韓国とお付き合いをしていきたいと思います。それに関連でソウル戦が来月40周年はいはいはいそうですね、はいまあ、来年2、3月はこう近年増便してた分なかったとないと思うんですけれども、はい、そちらに関して、まあ、こういった決定的な事態が避けられたという点でそうですね、それはいい影響がつまり要するにその増便がないというのはそれはもう経済的判断ですからもうそれはしょうがないと思うんですけども、まあ非常に、訪日される韓国の方が減っているあるいは、日本人が韓国に行っている方も低迷しているという状態を少しずつ変えていく、まあ、ムードになっていけばいいなという期待はあります。あとすみません、ちょっと話は変わるんですけれども東京電力が訓練の関係でまたファックスを誤送信してしまったと思うんですけれどもそれについてのご紹介をこれは何だろうこの半年ぐらい、うん、この1年でも2回ぐらいありましたよねこの、まあ単純なミスなんだろうとは思うんですけれどもまあ何回も繰り返すということは本当に残念繰り返されるこういうことが起きるということは非常に残念だと思います。しっかり原因を確認していただいて、手当を講じてもらいたいと、まあ繰り返し申し上げてますけどもう説明はいらないからしっかり実績行動で示してもらいたいなというふうに思います。こういった問題が起こるごとに先ほどおっしゃっていたように行動で示してほしいというふうにおっしゃっていると思うんですけど全く行動で示せていない状況がかなり続いているんですけど、まあ、その世の中その人間のやる仕事でそういうミスが全く起きないということはないと思うんですけどもであればこそミスが起きるかもしれないということを前提に二重三重の何て言いますか対応策を講じておくということが大切なわけで特に非常に安全に関わる、事業についてはですね、まあ、それを、まあ、しっかり徹底してほしいなと思います。また同じ、先般同じミスをしてそれで改善策を出して結果的にこうそれが、まあ、役になったない状況っていうのがあると思うんですけれども、まあ、だからそれは繰り返し改善を続けてくださいと。もうそれしかないですよね。だからもぐら叩きじゃないですけど起きた出来事を叩いてしっかりよりそういう同様のミスが起きない体制に。高めていくということだと思います。
はいはい、新潟日報のオクラです。先週末でしたけれども、関西電力の幹部の方、OB とか、関西電力の方から、はい、福井県の職員、現地の職員とか OB に対して100人以上の方に対してその近畿の事業があったという報道があったんですけれども、同じその原発立地県の首長としてそういった事案が県の職員の方までそういう事案があったということに対してどのように思われてらっしゃいますか。関西電力の事案があったと新潟県についてもですね、関係するセクションで、問題がある行為がなかったかどうかということは前にも、皆さんにお話したと思いますけど調査、確認をしています OB も含めてですね。で、新潟についてはそういう意味では問題はないと思うんですけれども福井県のこの事案については、感想でしかないですけど残念ですよねと。ただ非常に元条約の方大変得意な方であったということは人の噂話的な感じで、聞いて伺ってまして、なかなか個人のレベルでは付き合うのが難しかった方なんだろうと、そういう意味では特別なケースだったのかもしれないとは思うんですが、ただやはり非常に微妙な判断をしなきゃいけないような仕事に関わる人間立場の人というのはやっぱりこう身を正すことは重要だねというのは感想としては持ちます。以前この場で、OB の方にも調査への協力を求めていた、今もおっしゃってましたけれども、その後何か、その後最終形を聞いてはいないんです。その時点では特に、全ての OB 当たってる最中だったんですけれど、最終報告はそうだまだ、確認してないですが問題が逆にあったというのは聞いてませんので問題はなかったんだろうと思っています。今のところその問題はなかったということですけれども、改めてその職員の方に対して、以前記者会見でも、現職については確認をして、負け締めをつけて仕事をしなければならないと以前記者会見でおっしゃってましたけれども、またこう徹底してきたようなことがあれば教えてください。そうです。今申し上げた身を正す必要がある、つまり理科に冠を正さずとか言いますけど、家電に靴を入れずという言葉もありますけれども、やっぱりそういう非常に公正さとか透明さとか強く求められるような立場にいる人間は、きちんとした心構えで、臨まなきゃいけないなということを痛感します。残念だったとおっしゃったのはそういう、事案が起きたことみたいな。ただ、私は一つ知りません。非常に言うなら軽いものから深刻なものまで、どのぐらいの深刻なものがあったのかまではよく分かりませんけれども、ただそういう報道での見出しでしか私も知りませんけれども、何かそういう公正さを疑われるような事案が起きたということは残念だという意味です。調査の対象というのはその前回の記者会見の時から特に変わっているわけではおそらくない。新潟県について言えば、はい、はい、最終的にはじゃあ調査が結果が出るまでは調査は少なくとも現職の職員についてはそういう事案は ないということで、聞いてますし、で OB も前回ここでお答えした時はオンゴーイングだったんですね。調査進めているところというふうに聞いてましたの でその後何か問題があったとは報告を聞いてませんので、問題はなかったんだろうと思っています。
はい、すみません、新潟日報の福沢です。先ほど東北電力さん の、 佐渡で太陽光の実施という話で、まあ、自然エネルギーの島構想の、まあ、第一歩というか新しいということなんですけれども、うん、ね、はい、知事以前 100% 再エネで賄えたら素晴らしいことだとい う、 う、まあ、東京の島っていうイメージになったらいいですよね。次なるステップといいますか、まあ、今後どういったことが自然エネルギーの島構想という形で東北電力さんと連携協定を結んだ時にもお話してますけど、VPP というんですかね、バーチャルパワープラントということだと思うんですけど、仮想の発電所、つまりさまざまなこう発電源をこうさも一つの発電所のように、調整連携しな連結させて、調整できる、まあ、そういう試みを佐渡でやっていきたいということは東北電力さんおっしゃってたので、まあ、そういうものにこう今今回のやつも確か蓄電池で、各家庭でこう発電されたものの余剰分を一旦引き取って貯めて必要な時にまた渡してあげるとか、確かそういう試みだったと思いますけれども、その VPP に近づく一つのステップなのかなというふうに思ってますけど。すみません、話題が全く変わるんですけれども、この前の日曜日にサッカーの J2 のアルビレックス新潟が今シーズン最終戦を迎えまして、長崎君でしたっけ、あ、そうですね、はい、今シーズン10位で終わりまして、また明日もちょっと J1 昇格とはならなかったんですけれども、今シーズン振り返ってのご感想などありましたか。いや、そう、まあ、新潟の、まあ、代表チームですので、常に活躍し続けてほしいという気持ちはあります。早く戻ってほしいですよね、 J1 にですね、と願っている中で、まあ、残念ながら今シーズンもそれは叶わなかったということですので、まあ、あえて申し上げるとすれば、ぜひ来シーズンこそ、J1 復帰を果たしていただきたいと、頑張っていただきたいという気持ちです。県としても、応援に行きますか。応援といっても限られますけれども、私もオープニングといいますか、開幕戦には今年もお邪魔しましたし、まあ、そういうことで県民 の、 関心が多少とも高まるようには、県も協力していきたいと思います。読売新聞です。竹のニュースなんですけども、はい、宮崎県の、職員の方が参議院 の、 政治資金のパーティーの手伝いしていたというのが最近ニュースで問題になってまして、それはごめんなさい、私勉強してない。法律違反ではないらしいですけど、はいはい、参議院の議員さんのパーティーを、はい、職員の方が、県の東京の事務所の方が、ちょっと人脈を築くっていう名目らしいんですが、はい、お手伝いしていて、で、報酬を受け取ってないっていう話なんですけども、そういうのって実態としてこちらの方は大丈夫かなと。まあ、それは申し訳ないけど意識して確認したことはないですけど、地方公務員の政治的行為に当たるんですか。当たらないというふうに情報、県の方は言ってるそうです。当たらないんであればそれはまさに個人の活動の自由の範囲内のものであれば、それはそれでどうということではないんでしょうけど、ご質問はなんかそういう疑われるようなことはやるべきじゃないんじゃないかって、そういう意味でしょうか。それで、対応を考えるという話になっているので、新潟県の方でそういう何か動きがあるのであればと思って、申し訳ない、私は承知しておりません。はいはい、ちょっと繰り返しになってしまって申し訳ないんですけど、使用料手数料の件について、はい、改めてこの見直しによって改定によって1億円近く確保できる
ことも、まあ、目処が立ったということと、あと、まあ、まあ、第一歩として、あの今後さらに県民の方々への我慢を、まあ、求めていく、もしものが今まだあるとするならば、まあ、それについての理解というか、その国民の一言、理解を求める一言みたいなものをいただけますでしょうか。はい、使用料手数料は確かに行財政改革の行動計画の中にも盛り込まれて、適正な使用料手数料を、収受する、まあ、それは増収歳入の確保策にも通じるというところは、まあ、その通りであり、行動計画に従ってこういう見直しを、総点検をしたということではありますけれども、で結果として、負担をしていただく人が増える、あるいは負担額が増えるケースが出ると思いますが、それはまあ、なんていうか、先ほど来何度も申し上げているように、なんか不合理なものをいただこうとしているということではなくて、まあ、かかっているコスト等に見合った、まあ、適正な価格をいただくんだと、それは例えば他県等と類似施設等を見た上でバランスを取って、決めさせていただいているので、まあ、結果として、増える、払うお金が増える方についても、まあ、ぜひとも理解していただきたい、協力していただきたいというふうに思います。行動計画の中で当初は、昨日説明だと、まあ、5000万円ぐらいの確保の予定が、まあ、1億円近くの確保に、まあ、なんか最大結構半分は発電の水利使用料ということのようですので、これがこんなに大きなものになるのなるっていうのは、まあ、びっくりですね。原発についてなんですけれども、まあ、最近来日されたローマ教皇が使用するべきではないという、まあ、そういう発言もあったというのが話題になりますけれども、先週の会見で日本のエネルギー政策について、まあ、質問があってですね、知事 の、 まあ、ご回答なんですけども、原子力についてというふうに前振り、まあ、まあ前置きされた上で、まあ、温暖化対策、CO2 削減の必要性にも触れられていたということで、その趣旨なんですけれども、まあ、その現時点でその柏崎刈羽も含めてですね、その原発が一定数必要だという、そういうご認識を示されたというふうに。本社はその前回の会見でのやり取り、ちょっと前後記憶してませんけど、脱炭素が大切だっていうことは申し上げた記憶がありますけど、はい、やっぱり自然災害が激甚化している、あるいは頻発しているということの背景に地球の温暖化があるのではないかと言われていて、で、そうだとすると、その温暖化の原因となる CO2 温暖化ガスをですね、出さないようにしていく地球的な取り組みが必要だよねっていうのは、全く私はそう共感すると、確かそういう言い方をしたんじゃないかと。原子力についてという前置きがあったので、まあ、そこにこう脱炭素の取り組みの中に原子力をこう位置づけられているのかなというふうに。いや、私は脱炭素っていうところに、なんていうか、意識して喋ったと思いますけど。必ずしも私が先ほど質問したような、いや、もちろん原子力も脱炭素のエネルギーではありますよね。それから再生可能エネルギーの中でも、まあ、水力とか燃やさないやつですね、これは脱炭素につながる、まあ、地球温暖化対策を進める上では大切なエネルギー源だというのはそうだと思いますけど、まあ、先週の会見の中でもその3つの県の3つの検証が終わった後に判断されるという、はい、まあ、議論する、はい、再稼働について議論する、はい、判断する場面があれば、はい、もう脱炭素というところを含めてですね、
その、まあ、エネルギー政策っていうことを踏まえて考えるという。あ、決算の後の話から聞かれたんでしたっけ？というところもこうあの話としてはあったと思うんですけど、そうするとあのやっぱり原発が一定数必要だというふうなご認識を示されたのかなという。いやいやいや、あのそういう意味じゃなくて、あのあ確かこの間 の, その前回の質問ってそういう考慮そういう脱うんうんまた頭混乱しちゃいますけど、まああの考慮すべきものっていう質問だったんじゃなかったでしたっけ？判断していくときにあたってあのエネルギー源をどうしていくのかっていう中で、あのその温暖化対策みたいなものもそれは当然考慮すべき、事柄ですよね、そんな話をしたんでしたっけね。ですが、うん、考慮すべき事柄だとは思います。よろしいですか？はい、ありがとうございました。